美しさは3990円で手に入るっていうのはね、これはちょっと奇跡だと思います。試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。はい、大変皆さんお待ちかねのユニクロ U テーラードパンツご紹介したいと思います。大変長らくお待たせいたしました。はい、神戸でね撮影してますので、はい、そちらをどうぞご覧いただきたいと思います。本当に私のザ・ベストワンユニクロ U、 いやユニクロ市場の中で3本指に入るぐらいの美しい美脚パンツです。はい、美脚&美尻パンツでございます。はい、それではじゃん。はい、テーラーパンツと、そして上に着ていますのがプラス J のメンズですね。はい、カシミヤタートルネックセーターのグレー、ダークグレーを着てます。そしてこの格好でね、昨日実は、まあ、今日もあるんだけれども、神戸の大学生の、はい、生徒さんたちにパーソナルスタイリスト検定の検定を実施していました。バッグはね、ほら前にも話をしました、このネイルに合わせてバッグをちょっと変えてますよなんて話をして、オレンジを持ってます、ケイトスペード。はい、でこのオレンジの子供っぽいんだけど、ちょっとオレンジのクマさんのこのウェアがとってもオレンジに似てたのでつけてみました。足元はね、こちらベージュの鬼塚タイガーなんだけれども、はい、あの前も話したようにパンツがね長い場合は逆にパンツの色と合わせてグレーのヒートテックタイツを合わせております。はい、で上にねオフホワイトの革のブルゾンを着てまして、こちらの革のブルゾンとスニーカーの色を合わせてみました。はい、でちょっとオレンジ、クマさんのベージュみたいな感じで、はい、合わせております。同じ系統の色味ということでね。でこちらのアイボリーの革のブルゾンなんですが、こちらは日本のファイブフォックスのアルチザンですかね、というブランドでございます。はい、あ、暑かったりするのでね、室内だから脱ぎ着をしたりとか簡単にできるようなコーデで合わせてみました。いかがでしょう。本当にこれね、あのうちのメンバーの試験員の方々にも、このパンツすごく綺麗って言ったら、いや昨日ユニクロで買ってきたのみたいな話を、はい、してました。はい、今度私を見かけたら神戸で声をかけてください。はい、去年のルメールさんのモスグリーンのねタートルネックセーターと合わせてみました。いかがでしょう。このねパンツ、私ウエストはちょっと大きいんです、実を言うと拳1個ぐらい入る感じ。ただヒップのラインに合わせて少し下げて履いたりとか、はい、今日はちょっとベルトしてませんけれども、ベルトをねしたりとかして楽しみたいなと思って、でちょっとこうパンツはね腰下げていただいて履いた方がより綺麗だと思います。ちなみにウエスト64センチを選んでおります。はい、今回はラフにあのこのパンツを履いてるのでスニーカーで合わせてみましたけれども、今度ね、ちょっとしたヒールだったりとか、まあ、3センチぐらいのヒール、なり5センチぐらいのヒールで合わせるのもいいのかなって思います。美しいでしょ、このパンツ。ルメルさん、やるな。はい、で足元はちょっとね、あのこのパンツには本当はメンズタイプの、あのシューレースのついたレースアップシューズみたいなものの方がおしゃれかもしれません。ちょっとメンズライクマニッシュだね。でこんな感じで履いてみると、まあ、このパンツの美しさというのが分かると思います。はい、いかがでしょう。素晴らしいパンツです。60センチぐらいじゃないと丈が直せないみたいですなんて話を、155センチの方がね、あ、履きたいのに履けないっていうコメントをいただいてました。ただ別にユニクロさんでも直しなければいいって話だと思うんですよ。ちょっとお金かかるかとけどね、でもこの美しさは3990円で手に入るっていうのはね、これはちょっと奇跡だと思います。本当に素敵。このパンツは絶対見逃しちゃダメ、じゃん。はい、というわけでマニッシュなメンズライクなレースアップシューズ、はい、こちらも合わせてご覧いただこうと思います。はい、よくご覧いただいてますアルマーニのカシミヤの、ジャケットですね。はい、穴を開けたっていう話を昔お伝えしました。はい、スタイリングルアのファー、そして、足元、こちらはイブサンローランでございます。
中に着てるのは確かトモローランドのオリジナルのセーターでございます。じゃん。はい、そんなわけで、はい、注目はパンツでございます。パンツとこのマニッシュシューズとの合わせをご覧ください。じゃん。というわけでいかがでしたでしょうか。まああっち行ったりこっち行ったりもこっち戻ってきたりなんかも散々な、映像になってしまいましたけれども、散々じゃないのは最高に素敵なのはこのパンツでございました。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録ポチッと&いいねボタンで高評価をいただけるとすっごく嬉しいです。それではまた次のコーディネートでお会いしましょう。